おい、おいそいつ久しぶり。久しぶりやな。元気してた？うん。こういや急に連絡来たから。ええー、ごめんな。高校ぶりぐらい。高校そうやな、卒業する前ぶりぐらいか。元気やった？まあ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 。ほんま。うん。珍しいな。ええー、ごめんごめん、そんなの仕事な、終わりやる。うん。最近どうなん仕事？やかって。まあまあまあ。ぼちぼちかな。ああ、うん、お金はいけてる。まあまあ贅沢はいつできんけど。あ、そう、うん、まあまあ今苦しいよな。まあまあまあ節約とかはまあしたい、まあ、節約してな、うん、まあまあ苦しいか生活が、うん、いやそれやったらさ、うん、簡単にお金を稼げる方法あるで。おいしい話転がり込んできた。美味しい話転がってる今。あの簡単に、うん、お金稼げる方法あるけど。そうなん、いや、うん、大丈夫なの。そうか、そういうの怖いねんけど。いや俺がほんまマジで、あ、ぜひやってほしい人おるなと思ってさ。やってほしいと。いや、あのすごい人と出会って俺。あ、怪しい、そういうのなんか結構マジですげえカリスマみたいな人と出会って、俺ほんまその人と出会ってさ、もう人生180ヘクタール変わってさ、うん、角度で言うやろ大体。うん、え、土地増えたん。マジでめっちゃ増えてるけど、すげえ変わって。あ、そうなの。でもまあ平川もその人生短いからさ、うん、決断はやっぱ早い方がいいっていうか、まあまあまあそのまあ大豆イズマメーやん。タイムイズマネーちゃう。大豆はマメーやけどさ、やっぱ大豆イズマメーやからさ、やっぱりそれはちょっと怪しそうだ。結構あってちょっと話聞いてほしいなっていうか、うん、もう儲け話っていうか。大丈夫その人。そうそうそう、すごい。もうテルさんって言うねんけど。テルさん、うん、うん、まあもともとはあのアコースティックギターを、う、うん、中古のアコースティックギターを、まあ、1000円で仕入れて、う、それをあの初心者の人に新品やって言って5000円で売っててんな。う、そうそう。でそれで初心者なんですぐ飽きるから、う、飽きたらもう1000円で買い戻しますよっていう感じやねん。ね、で初心者ってすぐ飽きよるやん。まあまあまあ、そうだからバン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 帰ってくんねん。でまたそのギターを初心者にまた5000円で売って、でまた飽きたら1000円で買い取ってみたいな。これどん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 繰り返して大金持ちよ。めっちゃアコギな商売やん。うん、アコギで。もともとはな。いや、アコギでアコギな商売してるやん。いや、テルさんはすごいよ。じゃあ、黒ちゃう、その人は反射じゃない。いやいや、テルさんはもう全然そんなことない。マジでマジで、白い白い。もう黒やけどな。いや、テルさん曰くな、うん、あと別もやってるらしいんだけど、うん、テルさん曰く、柔らかな風が吹くの場所で情報商材売ってますって。グレーやったわ。グレーやわ、テルやし。テルやん、グレーやん。じゃあ、いや、なんか情報商材はなんか、ほんまのテルがそれしてんの。なんか売ったりはしてるらしい。うんうん、うん、で今何をしてるんじゃ。そうそう、今やねん、大事な話はこれをな。あの、まあまあ、どうかなと思って。まあまあ、それ何かによるから。これはもうマジで簡単。ほんまにあの赤いキツネと緑のタヌキあるやんか。な、これを平川は知り合いに売るやろ。な、でこの知り合いがまた違う知り合いにその赤いキツネと緑のタヌキ売るやんか。ね、この人はまた3人に売る。これまずほんでその3人売った3人がまたどんどん売る、うん、これどん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 売っていくと大元の平川に金が入るって話や。キツネとタヌキでネズミこうやってるやん。これどう。昔話。これ何、これどう。すごい生き物でキツネとタヌキでネズミこうやってるやん。これほんま稼げる。じゃじゃネズミこうやろ。これネズミこうじゃない。いやネズミ怪しいか、ちょっと嫌やな。それは嫌。うん、ちょっとなんかちょっとなんか進めんのも嫌やし。ごめん、じゃあテルさんの案件はまたもうやめよう。あ、まあちょっとその人は怪しいわ。投資話でしょうか。まあまあそれも怪しいけど、投資でしょ。まあまあ、まあまあそ、なんかいいのやったら別にいいけど。 ある男の人にお金預けたらほんまに増えるだけやねん。お金預けるだけやねん。大丈夫それ。いや全然大丈夫よ。その人はまあ、あのいつもこういうなんかこういうなひげ生えてて、でなんかこう樽みたいなとこの上にこうなんかおんねんか。でその樽にないっぱいこうなんていうの、切れ目みたいなのがバーって開いてて、上下2段ぐらいのやつが一周ぐるーって回ってて、でお金預ける人はそこにあの預けるお金をこう刺していくんやんか。でその穴がラスト1枠やんけど、平川どうかな。絶対飛ぶやん、おい。黒ひげ危機一発やん、そんなん。それほんま絶対バーンめっちゃ飛ぶ、高飛びするやん。マジ大豆豆やから早したわ。ちょっと大豆は豆やけど、マジ早した。ちょっと嫌やって。いやほんまに信じて。え、俺それでも億万長者やから。なってんの今。マジでマジで。嘘とかそんな感じしてんやん。いや嘘やったら見に家おいで。ほんま。うん、もう家にあのタラの内臓を唐辛子とニンニクに漬け込んだあの居酒屋のスピードメニューみたいなやつあるやん。あれ俺2億から3億とあるからな。億万チャンジャやん。